経団連が望んできたもの、消費税。消費税に関してもそうでしょ。消費税って皆さんの社会保障のために必要だって言ってきてんのはここ最近のことですよ。後出し。もともとは何かって言ったら、一部の者たちに減税するために穴埋めとしてみんなに増税なって、直間比率の是正、直接税、つまりは大企業の払う税金を下げるために間接税、消費税を入れようぜって、それが 3% から 10% まで拡大されちゃったっていうのが消費税なんですよ。